ラストは公式サバに行くのはやっぱ厳しいの。あーそういう系の話ね。公式サバとか、まあストリーマーサバとかの時もそうなんだけど、みんなさ、なんかさ、あれ見てたんだけど、なんか男がいるからダメなの？って思ってる人の方が多そうなんだけど、あ違うからねみんな。なんか勝手にホロライブだからみたいなイメージで話されてるけど、男性がいるいないはそんなに関係なくて、何が関係するかっていうと、あの運営さんが把握してない人がいるっていうのと、突発コラボすぎるっていうのが問題なんだよね。どっちかっていうと、あのホロライブって運営さんがやっぱタレントのことをすごく見てくれてるの。祭りはねすごいありがたいなって思う。だからそれでね、コラボの時とかは報告してるの。何月何日何時から〇〇さんとコラボしますみたいな。あでもあのホロメン同士の時はないんだけどね。そう、外部の人とコラボする時はそうやって報告して、ゲリラでコラボするとしてもそうやって報告しないといけないのね。そうそうそう、だからあのそれができないじゃん、急にわーって来られてもっていうのと、まあなんかなんだろう、まあ、知らない人とかさもういるわけじゃん、把握してない人。それだと運営さんの管理が行き届かなくなっちゃうから、今はちょっとやめておきましょうねっていう話だけなんだよね。そうそうそう、もしかしたらその突発だから相性とかあるじゃん、人間同士だからね、考え方の違いとかでちょっと重めになってしまう場合もなくはないじゃん、わかんないけど。そういうのを避けるためにお互いいい気持ちにならないかもしれないし、あとなんか向こうに気遣わしちゃうとかね、あると思うよ、ホロライブだからとか。そうだから、そういうのもちょっと一発目でポンってストサバに入るのはあんま良くないね。そういうのはね、向こうに気遣わしちゃうし、運営さんがタレントのことを全部把握できなくなっちゃうからっていうので、あの参加してないだけですので、よくあの男がいるからって言われるやつは違いますね。ちょっと誤解それはすごく誤解だなと思いますので、そうそうそう、なのでね、あの皆さん、あの責めないであげてください上さんをなんでやった方がおもろいやんっていう気持ちもあるけど、まあメリットデメリットっていろいろあるからね。そうそうそう、祭り的にはそういう運営さんの考え方なるほどなってなったし、そうそう、うんうんうん、まあそんな感じ。まあでもざっくりだけどね、今話したのはなんかやっぱさ、企業のこういうのがダメみたいなのをさあんまり詳しく言いすぎると、まつりちゃん企業漏洩ん？なんかペチャクチャ喋るマンみたいになっちゃうから、まあまつりが言える範囲だけそう、誤解されてるとかね解いておきたかった。だからそうそうそう、あんまね、あと運営さんはすごくいい人なんだよっていうのをね知ってもらいたい。やっぱさ、表に出てるのはさ祭りとかのタレントたちじゃん。だタレントの意見だけだと運営さんってさ、自分はこういう意見ですっていうの言えないじゃん。そうだから、どうしてもどんな会社でもだよ、ホロガとかじゃないけど、あの他のゲーム会社とかもそうだし、そう、実はこれはこういう理由があったんだよっていうのを言えないから、そうなんだよ。だからお祭りはそういうのを、なんだろう、運営者いい人だよっていうのをね言っていきたいと思う。うん、会社ってヘイト買いがちだよね。そうなんだよ、そうなんだよね。頑張ってんだよみんな